おはようございます。今日は滋賀の長浜から一気に福井の福井市まで行きます。90キロプラス山道プラス雨模様ですね。なかなか厳しい戦いになりそうです。でも福井の恐竜ミュージアムとか石川で僕のことを待ってる人が結構いるんでね、頑張ります。チャリ漕ぎながら飲むカルピスがうまいんだ。風に当たりながら田舎道を走り、乾いた喉をカルピスで潤すのが最高にうまい飲み方ですよ。危ねえ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 。ちょっとここ最近で一番しんどい。まだ55キロもあるぜ。マジで進まん。自分が進んだ分しか、自分が頑張った分しか前に進まへんぞ、オールジャクソン号は。どこから来たの？大阪。大阪から？自転車で？自転車。日本一周中。すごいな、意外な。あなた、いつ出たね、ここから大阪から？もう、77日前ですね。77日前？もうこれで九州まで行ってます。九州行ったの？九州行って、沖縄も行って、で、また上がってきて、次、東北の方、まあ、北海道まで行きます。おー、すごいなぁ、ほんと。今日はとりあえず福井市まで行きます。へえ、一人で？一人です。寂しいね。そうっすね、でも楽しいっす。なんか彼女が一緒いるともう楽しいです。いやー、そうっすね。そうやったらだいぶ楽やと思うんですけどね。あ、そうですね。そう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 。あと夜はどこで泊まるの？夜は野宿する時もありますし、うん、泊めてもらうこともありますし、うん、宿で泊まる時もあります。靴磨きしながら日本一周してて、あ、これがあるね。それで資金得て、うん、宿代に当てたりご飯代に当てたりしてる感じですね。今までどのぐらいお金かかったの？50万くらいですね。50万くらいかかったの？45万くらいです。17日？77日です。77日で？はい。でも47日の意味が2ヶ月、だいたい3ヶ月くらいね。そうっす、めっちゃお金遣いあるんです僕。でも元々0円で出てきてるんで、靴磨きで稼いだやつを全部使ってる感じですね。すごいな。はい、ありがとうございます。すいません。あれ、飲めるんすか、あの水。そうそう、飲む。あ、水飲めるんすね。うん。すごいいい、いい水だよ。マジっすか、めっちゃ喉乾いたと思って。ちょうど水がなくなってから。よかったです。じゃあ、ありがとうな、頑張ってね、はい。ありがとうございます。はいはい、バイバイ。バイバイ。まったく俺は金遣いの荒い旅人だよ。ちょうど水がなくて、もう入れてきた、漫画喫茶で入れてきたカルピスがなくなってたんで、水を飲みましょう。あー、うまっ。ガチで当分コンビニもなかったからめっちゃ喉渇いてた。あー、最高や。やっと福井県入ったぜ。
残り48キロ。まだまだ山道が続きます。よっしゃトンネルを抜けたらもう山は終わりですね。確かに山は大変やったけど、まあ山は当たり前やからな。もう慣れてもうたわ。疲れたわ。久々にこんな移動したわ。頑張ったよ今日の俺は。頑張ったご褒美に今日はふかふかのベッドで寝ます。明日は恐竜博物館行って30キロくらい移動して石川に行きます。はぁ、今日はここ最近で一番疲れましたわ。今日はただただ移動するだけの日でした。ハズレ会です。おやすみなさい。